こいいよね、めっちゃめちゃ。やっぱ上司なんか。お待たせします。こんにちは、平野です。そして、愉快な仲間たちです。ということでですね、今シーズン初の野球観戦、まだオープン戦なんですけれども、今日が初だよね。うん、あの初日。ベルナドーム初日です。ということでですね、本日 VS 中日ということで、どうですか？新しい松井一夫監督の。この間中日ってあの WBC で勝ってたから、勝てた。どんな試合になるのか楽しみ、ね、楽しみだね。ということでまず私たちは何しますか？食料調達。食料調達。グッズ買いたい。はい、じゃあ行きましょう。変わったの。何が？ライオンズレディスのマネージメントというかあのブランディングの話。良くなったあ SNS か巨人もやっぱ女子チームをこうちゃんとやって読売巨人軍はこんなことしてますっていうことをね女子も低めてちゃんとやってくれてるからセーブもレディスとねってうまく連携していい形でね時代に合った、ね、このみんなが楽しめる野球みたいなものを推進してほしい全然ないヤンニョムこれ辛いの甘辛甘辛甘辛はい、ということですね、今2回の裏まで終わりました、スタメンで新たに、小玉くんとかあとはもう外国人のね、助っ人たちが、出てまして、まだ 0-0 でみんな3人で打ち取ってるかなあの今井投手、そして涌井投手ですね、とても素晴らしい活躍で、まあ、投手戦だよね、今のところ、うんうん、本当に心理戦みたいな感じで、うん、出てないね、出塁はしてない、出塁は誰もしていないというまあでも声出し応援のおかげですごい楽しいよね、うん、どう、はるちゃんは初めての声出し応援、初めてでもないけど、うん、いいねいいね、でも生音、生音はとても素晴らしい、久しぶりだね、なんか、うん、ということで、次は3回の表からの裏です。リトル殿崎と私は、応援してるわけですが3回、裏終わって今田投手戦がね、うん、もう
あまり動かず、うん、ちゃんてなし、はい、痛いな、ちゃんてちゃんてなし、ちゃんてなし、動いてないから何もコメントがないですということで、次は4回です。今思いっきり当たったの、うん、頭かな、今取ろうと思った瞬間、選手はデッドボールです。結構高かったよね、打点ですな。今日やばい。まだゼロです。今5回が終わったところかな。セーブはゼロ。中日は1点ですね。中日はちょくちょくも出てるよね。ちょっとね、打線元気注目してるね。行ってほしいですね。はい。ということで次6回です。暗い。Thank you.
バナナお持ち帰りになってください。ゲットバナナゲット1本、先着2000名らしいんですけど、いるかね、どれくらいいるんだろうか。バナナゲットみんなバナナを求めてね、うん、バナナどこですかっていうのが超面白かった、ね。ということで、皆様大変お疲れ様でした。バイバーイ。